公益財団法人日本陸上競技連盟は日本国内の陸上競技を統括する公益財団法人。略称は日本陸連。ワールドアスレティックスアジア陸上競技連盟及び日本オリンピック委員会日本スポーツ協会加盟団体。陸上競技の普及、進行を主たる目的とし日本陸上競技選手権大会など、 日本国内開催の競技会を主催、競技規則制定、指導者、審判員に育成、用器具、施設の公認、日本記録公認と世界記録申請などを行っている。オリンピック、世界陸上競技選手権大会など国際大会の日本代表を選定し派遣する。陸上競技の競技団体として1925年3月に創立総会を 東京で開催し成立。1928年8月、大日本体育協会に代わる日本、国内統括団体として、国際陸上競技連盟より承認を受ける。第二次世界大戦後、1945年12月に、日本陸上競技連盟となる。現在の事務局長は、風間明1924年オリンピックと、 極東大会の代表選手選考をめぐり、大日本体育協会と私立大学3校の競争部員が対立し、パリオリンピック後、全国学連内の管立大学と私立大学の対立へと拡大した。この問題の影響により、1924年に行われた第1回明治神宮競技大会に私立大学13校が不参加。 また同年の全日本選手権は行われなかった。日比野博士、金田義蔵、河野一郎、金四43、畑野慶蔵が中心となり、体育協会から分離した陸上競技の全国的団体創設を目指した。組織の設立準備が進められ、1925年3月8日に東京で創立総会を開いて全日本陸上競技連盟が成立。 初代の理事長に平沼良造がついた。全日本陸上競技連盟は体育協会に代わって日本国内の陸上競技を統括することとなった。2019年6月時点で会長1名、副会長2名、専務理事1名、理事26名、幹事3名、評議員20名、顧問5名の58名が役員を務める。専務理事のもとに12の委員会。 事務局を置く。2011年3月31日にマラソンやトラック長距離種目を統括する長距離、労働特別対策委員会を廃止し、協会委員会に統括した。括弧内は都道府県高度。上記地方区分は中学校、高等学校、学生、実業団の地方区分とは異なる。それぞれの地方区分は以下の通りである。 日本在住の日本人選手は年度ごとに上記のいずれかの都道府県陸上競技協会に登録しなければ公式試合に出場できない。学生以外は所属先の所在地の都道府県陸上競技協会に登録するが、学生は大学の所在地以外に出身中学校、高等学校の所在地や出生地の都道府県での登録も可能となっている。なお、 所属先がない選手は、登録先の陸上競技協会が所属先として記載される。S 級、A 級、B 級がある。取得資格があり、加盟団体の審査を経る。S 級、A 級は、競技会、講習会の出席状況が問われる。公認団体によるが1年間以上の研修期間を設ける場合がある。など。ありがとうございます。